ニコライ・アレクサンドロビチ・トレチャコフは、軍事技術者、ロシア帝国の陸軍軍人。日露戦争における、旅順後遺戦での優先で知られる。シンビルスクの在地貴族の家に生まれる。1872年8月10日、モスクワ第二兵学校卒業後、陸軍に入隊。1875年には、ニコライフ公兵学校を卒業し、将位第六大隊長に任官。 1877年7月13日、中位に昇進して、ニコラス公平アカデミーに所属。翌年アカデミーを卒業して大位に昇進した。1892年4月に、13人間。1893年4月には、ウラジオストク要塞公平司令官に任じられた。1895年5月21日、東シベリア公平第一旅団長となった。 1899年12月25日、大佐に昇進し、新国北部で、義和団の乱が発生すると、その鎮圧に従軍。1901年2月27日、東シベリア狙撃兵第5連隊長となり、日露戦争を迎えた。1904年5月の南山の戦いでは傷を負いながらも、その勇猛な防戦ぶりで名を挙げた。 10月22日には少々に昇進し、続く、旅順後為戦でも東シベリア狙撃兵第5連隊を指揮した。1910年10月17日、キエフ軍管区のフィールドエンジニアリング監察官となり、同年12月6日には中将に昇進。1911年2月28日には、シベリア狙撃兵第10師団長、10月2日には、 シベリア不評第三師団長歴任。1914年8月12日、第一次世界大戦が始まった頃には、シベリア不評第一師団長であった。1915年9月5日、第23公兵隊の指揮を命じられたが、1週間後には予備隊へ回るように指示された。1915年12月には、第42公兵隊。 1916年3月20日には、第37公兵隊の指揮官となった。1916年12月6日、公兵大将に昇進した。1917年2月27日、廃炎で即挙。ありがとうございます。